青山賞入川俊さん。賞状入川俊様、青山音楽記念館バロックザールにおいて開催されたあなたのリサイタルは大変素晴らしく高い賞賛を得ました。確固たる技術と歌心を忍ばせながらも知的コントロールの行き届いた表現で音楽の本質を真摯に探求された姿は誠に顕彰にふさわしく、さらなる活躍を願って青山賞を贈ります。2023年3月4日公益財団法人青山音楽財団理事長青山敦、おめでとうございます。アクロックです。おめでとうございます。
まあ、非常にこうびっくりしたっていうのがまず最初の感想で、こんなこう自分がこのホームグラウンドではないので、京都という場所が、それで集客などにも結構こういろいろ苦労をしたという面はあるんですけど、そういった点にもかかわらず評価をいただいたっていうのが非常に嬉しく思いました。バッハっていうのは僕にとってはとっても思い入れの深い作曲家で、今関東の方でもそのバッハをこう、テーマにしてずっとコンサートをさせていただいてるんですけれども、ゴールドベルク演奏曲っていうのもその一つで、ずっとこのコンサート以前にも何度ももう演奏をしている私にとっては大切なレパートリーです。それでやはりそのメインとしてこの、ゴルトベルクを取り上げることにしました。それからそのシェーンベルクっていう作曲家、私は実はその中学生ぐらいの時にそのシェーンベルクの音楽っていうのを初めてこう弾く機会があって、でそれからも自分にとっては結構こう興味を持って取り組む作曲音楽だったんですね。で今回そのシェーンベルク その組曲というシェーンベルクの一番最後に作ったピアノ曲なんですが、その
その曲をに挑戦しようというあの気持ちで、あの今回はそのゴルトベルクとあのシェーンベルクという2本立てという形で、やることにしました。以前はそのバロックザール賞っていうのをいただいた時が、あの実は2011年でした。で、2011年の3月に授賞式があって、で それに参加をして、でその直後にですね、その東日本大震災があの起こったんですね。で私はあの東京の方に住んでいたものですから、あのもうやっぱりその時 あのこう記憶っていうのは非常にやっぱ強烈に残っていて、でやはりこの授賞式があってからこのその震災があったっていうのが非常にこうあのオーバーラップして、今あのすごくあの思い出に残っています。でそれから私もあの留学をしたりとかして、あの日本にいなかったりとか、あのいたんです、そういう期間があったんですけど、またで今回10年以上ぶりにまたここに戻ってあの演奏するということはあのとても感慨深いものでした。それで、まあ、あの10年以上前もそうなんですけど、ずっと変わらないままこ あのバロックザールという場所があの若手にとってこうあのこう非常にこうあの挑戦の場となっているということがあのとっても得難いというか、あの貴重な場だと思っています。